姉さんをベッドに押し倒した要注意人物。それ以上近づくと許しませんわよ。すごく心配してたんだから。乙女ゲームの悪役霊嬢以外破滅フラグのない人物で、充実した二次元萌えライフを。なんだこれ。見てみろ。ん？あら、素敵なお客様が来たわ。よしよし。にゃ。面白くなってきた。焦らなくても大丈夫だって。おはようございます、カタリナ様。お待ちしてましたよ。昨夜も遅くまでロマンス小説を読んでいらしたのですね。その様子では朝ごはん抜きではありませんか。後でマフィンでも召し上がってください。ごきげんよう。ごきげんよう、カタリナ。ごきげんよう。皆様、今日もご機嫌麗しく。カタリナ、その寝癖を直して差し上げますわ。こちらへいらして。それなら手先が器用な私が。それなら妹の私が。お待ちください。それは私の仕事でございます。ちょっと待ってください。私も一緒に参ります。カタリナ様が行かれるなら、たとえ世界の果てまでも。ダラダラできる人生っていいな。お嬢様、いつまでダラダラしているのですか？なんて叱られることもないし。